どうも久しぶりです、シリュウです。解説ありの動画好き放題喋っていくことにしましたので、そういうの苦手な方はブラウザバックもしくは動画内に相手視点への時間出しておきますので、そちらまで飛んでいただけると助かります。それではまず見ていきましょう。こちらは妖兵わらデッキ、相手は、決起デッキ、新しく出た候補数シュシュンを使ったデッキですね。いや新しいシュシュンステックやばいっすよね。あいつ84で制圧にってマジかって思いましたね、初め見た時。こいつ入るだけでデッキのステックがすげー良くなるんすよね。やっぱっていうか三国志大戦くらいじゃないか、シュシュンがこんなにさ最高レアリティで2枚も出てくる三国志ゲームって他になくないか。でそもそもこのゲームくらいシュシュンの評価が高いゲーム他になくないか。そんな感じですね。で開幕はまあ相手制圧に牙がいるんで、ね、復権があったっていうのもあってちょっと内乱は取られそうかなっていうところ、柵と矢倉は守っていけそうかな。できることなら相手が終盤でガッてバーストしてくるタイプのデッキなんで、終盤まで矢倉もしくは柵どっちか残ってるとありがたいかなっていう感じですね。で式4溜まったんで傭兵火星の苦闘、これはもう永続なんで式溜まったら打っちゃいましょう。武力プラス4に加えて速度上昇、さらに制圧プラス2がつきます。まあ武力9で制圧4なんで、まあ速度関羽さらに速度上昇版みたいな、それに歩兵がついてくるよって考えたらもう実質3コストなんですよね。だからそういうところも込みでコレツとの相性がすごくいいです。コレツってやっぱり号令としての効果は破格なんだけど、対象になる部隊が 1.5 コスト以下じゃないと武力プラス6にならないっていう欠点があるんですけど、この傭兵の場合はもう実質3コストみたいな性能で使っていけるので、コレツの弱いところであるまあ最大効果を得られる部隊がちょっとしょっぱいよみたいなところは改善できますね。っていうところで相手は1回武安国を発動、ただこちらはまあ傭兵をしっかり返すことでここの武安国を式ゼロで流していきたいですね。なんかコレツがクソみたいなムーブで刺さっちゃったんですけど、ここはまあこちらも途中で迎撃取れて平等院で、傭兵が速度上昇値が結構あるんでシュシュンをキャッチして、さらに芝中の弓を当てて撃破で、シュシュンを取れてるんでここで一気にいきたいですね。というところで ここは、火星の戦慄、効果時間ちょうど20カウントです。なので55カウントで発動したんで35カウントで切れるということになりますね。この手の効果時間がちょうど切りのいい計略ってすげえ覚えやすいんで、まあ覚えておくといつ切れるか把握できるんで立ち回りもやりやすいかなっていう感じですね。でここは行為をちょっと撤退ずらしていこうという感じで少し放置して撃破で、候補数もここで突撃入れて撃破と、これですけど、まあ万が一迎撃入っちゃっても15秒で帰ってくるよっていうところも込みで少々積極的にいけますね。復活時間マイナス15秒です。あれですかね、この容姿のこのチアガール的なあれと裏面テキストの応援って言ってるところからするとあれですかね、容姿伊藤ライフ説的な、ほら伊藤ライフ作品ってサオヤクの復活すげえ早いじゃないですか、そういうところを意識された計略なのかなと思いますね。でここ40カウントで、まあ、残り効果時間が5カウントで、ここで突撃入れて撤退しようと思ったんですがうまく撤退できず、でここでコレツが切れた瞬間に撤退弾っていうことになっちゃうともう取り返しつかないんで、ここはもうコレツは撤退させずに変える方でシフトで、傭兵が速度上がってるからこれが強い、シュシュンを迎撃取って撃破
や本当火星の駆動強えなって、そんな感じの試合になってますね。でここは芝中と矢倉を盾に歩兵して兵力を整える感じで、相手はこれブアンコク交互数を投げてきてないんで再起ではなさそうだなと思って、まあどういう感じで相手の候補数を打たせるかですね。それまでの間にちょっとこっちも部隊を整えて、こちらが1回号令打つとしたら、その号令打ってる間に、まあ号令の効果時間を使い潰されない間に相手に候補数を打たせたいかなって、そんな感じですね。武神の心得を発動で、相手の候補数のバーストがあるんで、ヨヒョウはちょっとだけちょっと計略歩兵して、でブアンコクをなるべくゆっくりとじらしてという感じになりそう。その間にちょっとでも候補数に削りを入れようっていう、そんな感じですかね。で相手は官軍の大攻勢、指揮防護もう、ここはブアンコク取ることを選択して、で号令2回目打つことも前提とした、コレツを中央とした布陣を取っていく感じで、相手はここで決起の時撤退していた部隊が復活、さらに武力が大幅に上昇で、ここはもうコレツは無茶しないように突撃するんではなく、1回しっかり止まってから乱戦をしに行く。相手の候補数の速度が上がってるんで、ここでコレツでリスク背負うと一気にもう勝てる可能性そこそここの時点でもまだ高い状態なんで、まあそんな無理するリスクは犯さないかなという感じですね。でここでコレツが1回目切れたんで、もう一度武神の心得で、これは、新軍の大攻勢に知略がついてるんで、ちょっと効果時間長めに取れますね。で相手は、大美人の工場、ただこの工場は 1.5 個隙間なんで許容できると思ってスルーしてる工場なので大丈夫で、ちょうど同時にカットインと同時に指揮さんだったので、新鋭の目覚めが理想的なタイミングで打つことができましたね。でここで目覚めで衝撃ダメージの上昇値がこれめちゃくちゃ高いです。で候補数ブアンコクを撃破で、あとは幼鳥、と芝中とで左側を守って勝ちという感じですね。ここはね見ていただいてありがとうございました。またそうですね、なんか気が向いたりしたら解説付きもやると思いますのでよろしくお願いします。それではお疲れ様です。この国を守るためならば命も惜しくはない。
目からだけどに。Yeah, no.